はい、裏木チャンネル裏田望遠、はい、今回はあの埼玉スタジアムでいつもコーヒーを出されている砂時計さんのにやってまいりました。サイスタに来るコーヒー好きの方ならおなじみの店です。ちょっと動画撮らせていただこうかと思います。うん、アイリッシュコーヒーもある。コーヒーはどんぐらい好きなんですか？コーヒーはアホみたいに飲んでますよ。もう酒が飲めないから、その分もう一番やっちゃいけないっていう水分補給をコーヒーでやるっていう。有機サブが危ない。俺酸味がある方が好きだ。すいません。はい、どうぞ。砂時計ブレンドとフラワーブレンド、はい、かしこまりました。あとじゃあ、あとアップルパイと、はい、チョコレート。チョコレート、はい、アップルパイ、うん、コーヒーと合うんだよな。合うね。それ食べるコーヒー、うん、リンゴが濃い。落ち着く。明日の神戸線にの最下のコーヒー出す準備で忙しいマスターに来ていただいてます。最下の準備って大変なんですか？結構大変ですね。コーヒーがメインなんですけど、アイスコーヒーとかホットコーヒーを作る下準備を最下の方で全部やって。最下ではないですか？最下でできることは最下でやって、あとはもうお店終わってからカレーですとかスイーツですとかそういうのをお腹作る。あ、おいしいとこか。そうですね。だからサイスタで明日やるんで、だいたい3日前ぐらいに焙煎を終えて、それでちょっと寝かしっていうか落ち着かしてから当日使うっていう形で。何キロぐらい使うんですか？アイスコーヒーで明日は10キロぐらい。5000人ですよね。5000人。それでも10キロ。それでも10キロ。5万人で20キロぐらいかな。コーヒーだけは売り切りにしないようにっていうんで、余るようにいっぱい持ってって、でその場で、まあ、向こうででっかい寸胴みたいな、あのラーメン屋さんで使うようなでっかいやつでお湯沸かして、それでコーヒー向こうで入れるんですけど。結構時間かかったりするんですか？時間はかかりますね。すごいですよね。美味しいコーヒーだったの。そうですね。それがあの裏のこだわりで頑張ってやってますけど。カレーも出されるんですか？カレー出してますね。喫茶店のカレーっていう。それ裏のカレーを強くなってるね。え、今カレーフェスタやってるんですけど、 うちはもう本当喫茶店のカレーで、カレーちょっとね、最初からあの手間かけて作っちゃったもので、それを持っていくのが、大体あの煮込むので8時間ぐらいかかるんですけど、だから今日だと夜中から作り始めて、明日のカレーを準備するという。すいませんね、忙しい。はい、まあそれがもう恒例になってやってるんですけど。うちはずっと裏はなんですか？ずっと裏ですね。はい、うちのかみさんもずっと裏。浦和生まれ、浦和育ち、浦和以外出たことない。じゃあレッツはどんな関わりですか？レッツですか？一番最初はあの J リーグできるときに、僕なんかの同年代の人たちと一緒に署名が必要だっていうんで、署名活動、署名集めをしましたね。浦和レッツじゃなくて、とにかく J リーグは浦和になきゃいけないっていうんで、みんなでそう署名集めして、で三菱さんに決まって浦和レッツになったという。レッツの前の話。レッツの前の話ですね。いつ頃からお店、砂時計さんお店出した？お店は、ね、昭和47年わですね。そうそう50年。そうそう50年。はい、砂時計という名前で始めて、そろそろ50年、47年。はい、その前に、コシコーヒー店っていうのが、それよりもっと前には伊勢丹のところに、あの、純喫茶、田園っていうお店があったんですけど、そこから父がやっていて、で、自分が2代目。あ、でも2代目。そういう人にお店を出すようになったのは9年目ぐらいですか。浦和レッツさんから声をかけていただいて、ちょっと最下に出てくれませんかっていうので、まあ、どうせ出るんだったら他のスタジアムにもないこだわりを持って絶対負けないぞっていうので9年間しがみついて今頑張ってるんですけど。しがみつく。まあ場所的にもね、あの今あるところがメインの3階なんですけど、2階のコンコースから階段でしか来れないというちょっと隠れ家的な場所なんで、もうあそこお客さん来ないよってみんなに言われたんですけど、なんとか頑張って結構皆さん発見していただいて、今すごいお客さん来ていただいて本当にありがたいですね。じゃあ研究屋さんとのコラボっていうのは去年なんですけど、ちょうど北浦にポルトボヌールさんってケーキ屋さんがありまして、オーナーパティシエの渡辺くんっていう方がものすごいレッツファンで、浦和ってケーキの街でもあるんで。そうなの？
ケーキはすごいですよ。超有名な名店がいっぱいあるんで。へえ。その中でコーヒーに合うケーキっていうのをいろいろ自分で勝手にこう試食とかやってたんですけど、でたまたまちょっとお知り合いになって声かけて、埼玉スタジアムでこういうのを出したいんだけどっていう、で特別にサイスター限定のレッツに合うケーキっていうのを、レッツに合うケーキ、そう裏話、埼玉県産の材料を使って夏系のやつに赤いコーティングをして練り込んでっていう風なケーキなんですけど、まあレッツの選手もごひいきにしてる選手も何人もいまして、でその方と一緒にやろうって、ポルトボヌールさんはできてからまだ10年経ってないぐらいなんですけど、ぜひそういう裏の有名なケーキ屋さんに限らずお店っていうのをうちがちょっと紹介できるんであれば、ぜひ浦和にはこういうお店がいっぱいあるんだよっていうのをちょっとサイスターのお客さんにも紹介していきたいなっていうので、もう次から次へとね、あのアイデアで、リカルド監督がスペイン出身なんで、スペインの伝統菓子っていうのをこの間試作してじゃあいずれ出るんですか？いずれ出したいんですけど、今コロナでなかなか監督に、僕も渡辺くんもその伝統菓子って実際のもの食べたことないんで、できれば監督さんに確認してもらった方がいいのかなっていうので、そういうの投げかけてる最中なんですけど、まだ実現したらそういうのができればいいかなと。ユンカーの出身のお菓子、デンマークお菓子とか、まあ浦和コーヒー自体がね、そういう風なもので、当時ギドがいたんで、ギド監督と一緒に、これですね、さっきの浦和コーヒー、はい、これ飲んじゃいましたけど、すいませんですね、そのブラジル人3人いたんで、3種類のブラジル豆を使ってドイツテイストの焙煎をしながら、ギドに聞いて、ギドに味にしてもらってもっと苦くしろとか結構うるさかったんですか、ギド、結構こだわりが、これギドセレクトですね、もう浦和と別体じゃないですか。そうですね、べったりっていうか、あのべったり以外出ていけないんで。浦和コーヒーは、はい、サイスターでも飲めるんです。サイスターに出していってるのは浦和コーヒーっていう名前のブレンドを出していってるんですけど、それはもう本当季節とかその日とか、もう願掛けが今すごいんで、若い選手が多く入ってる時にはじゃあちょっとフレッシュな味にしようとか、で今日暑いからあのみんなこう飛び跳ねてって言って有酸素運動するか、その中にエネルギーが入るような成分の多い豆をブレンドしてとか、そういう細かいコーヒー屋ができるこだわりを入れてやって面白いな。その分かりづらいこだわりが持ってるのが浦和の人なのかな。なるほど。選手や監督や関係者も来られてるみたいな。そうですね、うちはもうレッツの、まあ、事務所があったところはすごい近くなんで、うん、まあ、歴代の社長さんから、まあ、監督さん選手、そのミシャは毎日のようにうちに来て、毎日ミシャが来てた。そうですそのちょっとしたミーティングやったりとか、コーチと一緒に来ていろんな話したりとか、たまに選手を呼んでとか、まあミシャが言ってたのはヨーロッパではそういうのが街のクラブのコーヒー屋とかカフェっていうのはそういうのがあって、そこで街の人とコミュニケーションをとっていろんな情報あったりとか、でそういうところがやっぱりこうサッカーも文化だしカフェも文化だし、でサッカー始まる前からそういうカフェっていう文化があってっていう、だそうコーヒーハウスみたいなところでいろんな文化が生まれるっていうのをちょっとミサに教えてもらって、俺こんなに浦和にどっぷりの店だとは思ってませんでした。すいません、勉強不足で。サイスタでもだけじゃなくて、皆さん浦和の砂時計さんでもぜひ両方の店でお願いします。はい、はい、お願いいたします。